皆さんこんばんは。ドラゴンクエスト10第5期初心者大使の上原龍希です。あのですね、私のパソコンの時計が1時間ずれてて時間まだ余裕ありました。そう、あのですね、なんで最後のクエストね、最後のスタンプをやっとこうかなって思います。あ、いぶきちゃんもずれてたんですね。そう、なんか1時間ずれてたんですよ。なんでね、多分1個クエス、あのスタンプ埋めるぐらい全然できると思います。もうずっとね、この PC の画面を見てたんで大丈夫です、遅刻はしないです。あ、そうなんですよね、今16時30分なんですよね。私のパソコンだと17時30分になってます。うん、そう、1時間ずれてるんですよね。どうやって直すんだろう。まあ1時間ずれてるっていうのを覚えておけば問題ないかな。どうやって直すんだろう。まあ後で調べます、後で調べます。はい、では最後のスタンプを埋めたいと思います。今クエストを受けたんですよ。預かり所アイテム、これか。そうそうそう、道具の大事なものに入ってる謎の小箱。これだ。麗しき女王の滑る白亜の城の南、朽ちたる柵を越えゆけば透き通った肌の姿なき見えざる魔女が手招きす。魔女に処理せよ。そうでね、私まだね、多分女王が出てくる場所のキーエンブレムはクリアしてないんですよ。なのでその考えからいくと、大陸ちゃん、城があるところ、城があるところですよね。カートランドはさっき言ったけど女王じゃなかったかな。レンドア、レンドアではない。エルトナ、カミハルムイもなんか男、女王じゃなかったですよね。あ、違うかな、わかんない、行ってないかな。ちょっと一回行ってみます。あ、でもお城じゃないや、お城じゃない。うん、お城じゃないですね。どうちゃうか、ドルワーム王国、お城、お城かな、王国。でもお城っていうあれはないですね。フクランドもう都だからお城じゃない。今松下さん通りました？え、気づかなかった。え、あ、松下さんだ。イエーイ。どこまで見たっけ。グランドがメギストリスだから違くて、ラッカラン、ラッカランじゃない。お、お互いにやることがあるだろう。ですね。はーい、また後で。よし。ベリナード城、あ、城下町があるってことはお城かな。よし、じゃあ候補1としよう。ベリナード候補1で、
と他にあったっけ。城下町を探せばいいのか。城下町、そう、じゃあガートランドかウェリナードですかね。お城、城下町があるから。でもガートランドさっき言ったんですけど、城っぽくなかった、城じゃなかったですよね。王様のとこまで行ったっけ。なんで行ったことのないベリナードから行ってみようかな。ベリナード、あ、あったと、よかった。白亜の城？白亜の城かな。あ、待って、白亜の城っぽくないです？おお、ぽいぽいぽい。え、正解っぽくないんですか。おお、やった。よし、とりあえず第一段階の謎が解けた。おお、めっちゃ綺麗ですね。私この感じ好きだな、建物いいな、かっこいい。あ、しかもところどころ水が流れてるとこもいいですね。やっぱそれぞれのお城とかそれぞれの町で個性があっていいですね。そう、プクのとこはね、めっちゃお菓子で可愛かったですね。ベリナードは綺麗め、いいな。あ、女王、女王、よし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 、オッケー、正解だ。あ、そういえばなんか言ってたような気がする、言ってましたね。なんだっけ、女王の歌をこう反響させるためのドータラみたいなやりましたよね。あ、そうそう、音叉、音叉やりましたね。あー、言ってた。あー、なるほど。みんなやっぱジュレットの民族、あのジュレットじゃない、ウェディの民族衣装を着てる。お、女王、うん、美人。うん、綺麗な音楽ですよね、これ。おうん、氷のような冷たいお顔、美人、美人な感じ、近寄りがたい美人みたいな感じかな。あ、アイシス女王。おー、確かに
王子がいて、あ、息子とうまくいってないと。あ、そうなんですね。誰だ？ギャワンギャワン。効果音。いや、キークエも早くやりたいですね。今日はちょっととりあえずスタンプをね埋めます。今日でお城のなんて言ってたかな、あ、ここか。あ、城にはあんまり用事がない感じなんですね。城の南、ベリナード南。あ、あ。ここなら大丈夫かな。初心者アピじゃないですよ。皆さんもよくやりますよね。やりますよね。あ、やりますよね。はい。はい。南の柵を越えた、柵を越えたところ、柵、ここからは見えないか。柵か、どういう柵なんだろう。あの、よく見るこっからは強い敵が出ますよみたいな柵かな。でも朽ちた柵みたいな言ってたから、どうなんでしょう。朽ちた柵を探せ。あ、すごい逃げてく。もう行き過ぎ？もっとじっくり見た方がいいかな。クジタル柵。でもヒントが南ってところしか、城の南ってところしかないですよね。朽ちたる柵。あ、そっか、ジュレッタに戻る方向。そうですね、敵がどんどん弱くなる。あ、そうですね、言われてみれば柵は道なりにはなかったですね。ちょっと離れたところにあったな。
でも城の南っていうぐらいだか、いうぐらいだから割と城に近い方なのかもしれない。城から見て南ってだけで、ベリナード領は南の南ってわけじゃないですもんね。どうなんだろう、西行き？西行きではないかな。でも一応チラッとだけ見る。まあ、ない。ないですね。朽ちた柵っていうのがどの程度朽ちたものなのかもわからない。あ、ここじゃない。うん、本当ですね。サポートが偶然みんなプクだ。かわいい。本当だ。気づかなかった。そうだ、そうだね。かわいい。あ、朽ち果てた柵？朽ちてはない？若干朽ちてる？朽ちてはない？あ、でも危険な魔物がってことはかな？朽ちてはない。朽ちてはないよね。待って、まあでも一応柵だし見てみようかな。実は朽ちてるかも。見た目ではわからない朽ちる朽ちないの変化があるのかな。一応超えてみます。え、かなり強そうだ。だってあ、見えざる、見えざるってことはメガネ？メガネ？あ、でもこれ見えなかったよね。メガネ？待って待って。魔女？魔女かはわかんないけど、手って言われれば手かもしれない。バトルマスターの後ろ、バトルマスターの後ろ、違いますね。じゃあ敵に当たらずにうろうろしてれば見えない敵からぶつかってきてくれるのを待とう。もうとりあえず朽ちたる柵かは分かんないですけど、朽ちてるか朽ちてないかは置いといて、柵を越えたから OK っていう認識で進めます。しばらく探しても見つからなかったら諦めて、メガネ、ゴーグル、ゴーグルなんですか、メガネかゴーグルかなんかを買うかなんかしようかな。あ、使うものがいっぱい。え、ドルブ降りた方がいいんですか。あ、そっか、早いからかな。降りて敵に当たらないようにうろうろします。
ベル低い方が良かった。お、ぶつかった。あ、で、これだこれだですよね。うわ、これだ。お、よし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 、いいですね。ちょっと壁、壁バトルマスターの後ろ、待って、違う違う違う、動くから難しいな。あやった、やったやった。おお、あ、そう、それで戻せばいいのか。ね、どこだっけ、メギだ、メギ。あ、メギの石がなかった。グレンから行きます。うん、見えない敵、ランダムエンカウント感あって好き。いいですね、私もちょっとわかります、ランダムな感じが懐かしい。こう攻撃の BGM が鳴るたびに、こう誰だろ誰だ誰だ誰だみたいな弱い敵で会ってくれみたいなありましたね。あ、くじ買っとこう。あ、でも待って、場所を変えよう、場所を変えよう、いろんなとこで変えるんですよね。右。あ、昔は呪われてから倒すのが条件だった。結構厳しいですね。ちょっと優しくなったんだ。いやでも優しくなったおかげで間に合ってよかったです。あ、待って、くじ買う、ちょっとくじ買ってから。よし、でもいろんなとこで買いたいからとりあえず右で1枚。あ、そっか、アイテム整理もしなきゃ。ありがとうございます。そう、アイテム整理いつも忘れちゃうんですよね。くじは10枚まで、今3枚買ったところなので、他の駅とかで買いたい。預ける。うーんとね、お、追加倉庫やったね。アモールの水いいかな。ん、なんだ、メタルガマ口。とりあえず預けとこう。くびき剣も預けとこう。次のもういらないんですよね。あ、今世界樹の葉、うーん、世界樹の葉一応持っとこうかな。できるだけ使いたくないですけど。あ、宝珠も預ける。そうですね、今は使わないかな。 OKOK。 ソートしておくと選びやすい。ソート、ソート、並べ替え、なんだろう。あ、残り3分だ。よいしょ、延長。あ、倉庫も並べ替えできるんですね。へえ。一応延長して
切りのいいところで切ります。で、鍵師余裕持ってクエストが終わったら終わり次第放送終了って感じですね。延長しなくても間に合ったかもしれない。1回で終われば間に合いますね。1回で終わればもう1回なんかいろんなところに走らされたりとかしたら間に合わないかな。まあでも間に合うでしょう。ねじろ、ねじろさん、かきしねじろ、3回、あ、3回でしたね。オートランはしたりしなかったりしますね。なんか他に走りながら他に操作したいことがあるときはするし、そうじゃないときは自分で走ります。あ、3回だ。そうですね、直線の道を歩くときとかは便利ですよね。そうそう、オートランしつつチャットとかできたら便利ですよね。私もしながらね、オートランしながらクエスト見るぐらいはねちょっとできるようになりました。でもチャットはレベル高いな。はい、解きました。あ、空っぽ。お、やったね。盗賊の鍵。まさかの。ああ、確かに言われてみれば盗賊っぽい見た目をしているような。盗賊の鍵で黒い宝箱が開けられるんですね。じゃあ魔法の鍵とか最後の鍵もあるのかな。よし、やったね。ゲットゲットゲット。使った。ほう、あ、そっか、魔法の鍵持ってますね。あ、そうだそうだそうだ。本来の使われ方じゃない使われ方。じゃあ最後の鍵はどんななんだろうな。異世界の扉系もあるってことなんですよね。よし、これで冒険スタンプは全部埋まったかな。ちょっと一旦確認していいですか。だけ空いてるけど、これは多分ログアウトしたら反映されるやつかな。黒い宝箱を開けました。よしよしよし、クリアです。やったー。全部冒険スタンプを埋めました。
もうタイトル通りね、ちゃんとね、クエスト、なんだっけ、冒険スタンプを埋めようラストってね、ちゃんとね、今日で終わるようにやったんですよ。やったー、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。よし、うわー、これでこれで堂々とディグテン TV に出れますね。やったはい、ありがとうございました。では今日の DQ10 TV もよろしくお願いします。ありがとうございました。